はい、どうもこんばんにちは、イスゲーです。はい、今回もね、イスゲの文なんだっけ、あ、そうだ、イスゲの格闘ブンブンマル天気、はい、忘れていましたのパート2の方を上げていきたいと思います。で、上げていきたい、違うか、まあまあまあ、今回戦場がね、ここなんですよね、城郭都市。ものすごくやだ。なぜかというとね、突っ込めないんだよね。突っ込んだらボコボコにされるし、どうしようかな。とりあえず最初の作戦はですね、まあ格闘をするのなら、このね、敵さんの3の後ろの城郭、まあね、あの壁に囲まれた町の中に入ればなんとか格闘をすることはできます。それとこの1のライン、縦横ラインっていうかな、 A から X、 A1X のここも格闘いける。で、5は多分無理なんですよね、高さがありすぎて。格闘する前にバズーカとかでね、シュパーンってなりますから。ということで、第一の目標、敵の城壁内に潜入せよってことで、それしかないよね。ということは、早い機体、この子で行きましょうか。あ、間違えた、使っちゃった。3を取るっていうのはあまり良くないんだよね。お味方さんに良くないから、ただね、左の川側から行こうか。ここをまっすぐ行ったあの橋あたりを目指したいと思います。いけるかな、やべ、よっしゃ、 OKOKOK。 さてと、ここですよね、ここからとにかく敵の敷地に侵入します。あ、やべ、バレる、あ、レーダーがある、バレた、普通にバレてる。よっしゃ、あった、くそまあ作戦決まりましたね、イグリートを倒したよ。さあ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 、なになに、そこでミノフスキーが巻かれている敵さんですね。これはどこかに突をしたいってことかな。来るとしたら1でしょ。いや、でも来ていないと。さて、どうする、すげえ考えるんだ、敵の出方を。そこに隠れているね、味方が交戦中と。中にいる、え、どこにいるの、上、笑った、あれ、おっ、ちょバカ野郎、だって壊れたじゃん、あのレーダー壊したいな、壊れね、あ、敵いるじゃん、笑った、
そこ、よっしゃ。狙いすぎ、やばいやばいやばい、落ちろ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 、あぶねえあぶねえ、大丈夫大丈夫、まだバレてる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 、ブースター。ちょっと甘いね今日、怪しいな、サンがなんか怪しいぞ、なんか汚そうな感じし、どこにいる、いた、あそこか、でもねここはね、この敵をちょっと一掃しようかな、そこ外した、あ遅かった、あーブーストがちょっと遅いね、さすが低コスト、もらったー仕事終了よしよし、いい感じだぞ今日は、いつもならねもう10分以上キルなしの動画が続くはずだったんですけど、今日は調子がいいです、やっぱ作戦って大事ですね、来るな、そろそろ敵さんの補給が来ると思います、次の予想は的中しますよ、来てもおかしくないでしょこの時間、この戦況を見ると来そうだな、絶対来るよねこれ、どうします皆さん、この状況なら待つか、それとも一の火星に行くか、よし、じゃあ敵のお城に潜入したいと思います、甘いのだよ、潜入完了、あ痛い、まあね、来てる感じはしたよね、確実に、よし全員回復している、行きましょう、さてと左側、一番最初に行ったルートから行きたいと思います、皆さん格闘するならおすすめですよこのルート、っていうかみんなやってるよね多分、左側にちょっと敵さん溜まってるので、いや、ここから行けそう、後ろでいい、あ待ってこういうのなし、あ待って本当にダメ、オッケー、あーデトラー、後ろにガーベラがいるとは思わなかったぜよ、あなんか戦艦来てる、 BC 来た、やべ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 、何もできてね、あーもうグダグダ、あでも防衛できてるねしっかり、すいませんね、なんか何もできませんでした
何も収穫ありませんでした。敵の戦艦が来ております。みんな撃ち落としてください。ナイス、いいね。さあおこぼれ頂戴するぜ。飛んでる？死んだね。核来てる。さあ突っ込め。ちょっとつ猛進もらった。どこだ敵、あのグングニールの槍にかけてお前ら逃がさん。スナイパー俺と戦うってのか。あいたい、お疲れ。ちょっと調子に乗りすぎましたね。前に出すぎた、ソーリー。でもう一回多分と作るんですけど、多分また同じところでしょう。その時は戦艦に乗り込もうかなってことで、1の護衛に行きましょう。核を護衛するのではなく、これね、1の拠点を取ると。そこ、でこの裏にいる敵を排除。 OK、 道連れだ。敵が突しようとしてるね。レーダー係行きます。じゃあまあここにポンと、ここもやっぱ重要だよね。あと1のところにも欲しいかな。1の真上あたり、あそこも結構来るんで敵さん。自分もよくここ突するので、うん、まっすぐ行けばこの拠点 A まで行けるんですよね。いいポイントです。あれ、置けなかった？置いた、置いた。OK、仕事終了。さてと、次は、どうしようかな、どうしようかな、どうしようかな。拠点5を狙おうかな。うん。そこ外した。ああ、あれだ、砲撃の子。ちょっと右から行ってあいつ倒そう。バレてないよね。もらった、外した。おちょちょ、あー、ランブランブランブ。危ねえ。あー、死んだ。仲間も巻き添え。あいや、核来るんじゃないかな、もう。
来るよね。来る。どうする？その前に突の前に守る。来た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 。やはりな、読んでいたよ。さあ来い。もらった。行かすかよ。待って、殴られてる。皆さん中がちょっとね。あ、核決まってる。最高じゃないか。すごいね。やるじゃん。さてこっからどうしようかな。敵の戦艦が近づいてきましたと。おお。オッケー、分かった。そのまま3の城壁の中に入りたいと思います。潜入プロジェクト。で、多分まだ後ろでちょろちょろしてるのがいると思うので、その敵さんたちを。一網打尽にしてやるぜ。いた。なあ。やばい、指がしびれてきた。核来てんじゃん。核。テトラがいる。もう肝心なとこでブースト切れかよ。ええ、よし、核をぶっ壊せ。グングニール、もう一発グングニール、ガトリング。敵いる？どこどこ？ああびっくりした、敵と思った。そのまま突っ込もうか。このグングリルの、あ、ないじゃん拠点。どこに向かってたのあれ。間に合うかな。グングニール、外した。よけただと。やるじゃないか。はい、出撃して終了。ダーマヤー、はい、勝つことができました。嬉しい。もうここずっと負けてたんですよね。勝つことができましたし、なおかつ格闘で敵を倒すことができました。ね、城郭都市本当に7期多分5期全部格闘かな、あんま覚えてないけど、はい、なんとか、はい、城郭都市でも格闘はできます。はい、条件として敵陣地に侵入すること、横から脇腹をザシュッとやること、
ですね。はい、ということで今回、今回これいつけの格闘ブンブン丸戦記、もう一度言いましょう、いつけの格闘ブンブン丸戦記パート2、これで終了になります。はい、ということでご視聴ありがとうございました。ではまた会いましょう。 See you again. Bye bye.